おはようございます。本日は昼ご飯にミシュランの星一つ星を獲得しているブースのお店に行きたいと思います。その後ですね、とあるところを観光してとあるディムサムを食べていきたいと思いますので、もうすぐ行っちゃいましょう。行こう、行きましょう。はい、今ですねヤンロックの目の前に着きましたけれども、時間帯がねまだ10時ぐらいということで、早いということで並んでなかった。なんですぐ食べましょう。ミシュランスターが2015年から全部ある。ああ、もう長いんだ星が。最近だと思った。こんなにジューシーなジュース食べたことない。味付けも最高。ちょっとジャンキーな感じなんですけど、めちゃめちゃ脂が乗ってて深みもあるんだよね。美味しいです。追加で注文したローストポークいたします。パリッパリッ。皮の作り方はめっちゃうまいと思います。硬すぎないんだよね。でもサクサクで、豚肉自体はもう当たり前のように柔らかい。美味しいです。はい、ということでヤンロック食べ終わりました。個人的にはさっきのお店グースが一番かなと思います。ちょうどお腹も満たされたので、これからちょっと観光地に向かいたいと思います。はい、ということで今ですねトンチョン駅に着きまして、これからロープウェイを乗ってモンピンまで来ます。並んでます。これからケーブルカーに乗りたいと思います。今私たちはケーブルカーの中に入っていまして、クリスタルキャビンというケーブルカーなんですけど、床もガラス張りになってますね。追加料金で払えばこれ乗れるんで。でも一番面白いのが、普通のケーブルカーの方が並んでないのでミスしたかも。高く払って列が長くなるのってちょっと違くない？綺麗だね。これは乗る価値ある。めっちゃ怖い。本当足の下がねブルブルなります。山の上なので結構涼しいかもしれない。昨日のジェットコースターの感覚がまだ残ってるから、このテーブルがプチッと切れて真下にふわーって落ちていったら、めちゃめちゃスリルが怖いと思うんですけど、そういうアトラクションを作ってもいいんじゃない？いいね。反応がだから耳がね、今わかる、うんってなる。あー、グッてなるやつね。あのエレベーターとか乗って高いところ行ったらなるやつね。あ、もう見えてきたんで、もう少しで降りるのかな。何撮ってるの、タシャ？横顔。今はロングビーに着きましたが、5年前行くときにクリスマスのことですごく人多かったんですけど、今日は全然ついてるし、見てください、空が青プラス暑くない。大事大事。多分ね今日はそんな人多くないから、すぐ早く終わって下のさっき見たんですよね、アウトレットがある。行こう。今日の予定はですね、こう行ってこう行って一周回ったらまた戻るんで、すごく分かりやすい街づくりになってますね。まずどこ行こうか。さっき説明したんです。聞いてないんですか？もう一回説明しようか。買い物買う気ないけど涼しいね。急にめっちゃ挨拶されて、あ、申し訳ないで出た。ちょっとビビった。エアコンありそうな場所ないね。いや、見方がおかしい。こんにちは。さようなら。何それ、知らないの？知らない。ドゥ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  We are the champion, my friend。 そんな曲だったな。うわ、やば。ちょっと待って、やば。いいかな。何段あるかな。121あるよ。121はそれマジで全部嘘ね。よし、これから登っていくよ。よー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 。これが私考えてる旅行じゃないよ。毎日こんなしんどい運動しないといけないなら半分向いてない。半分向いてない。疲れたよ。
綺麗だね。綺麗だね。うん、でもね、今ね、ここは工事中になってて、景色が綺麗。絶景。あ、羊がいる。羊？うん。どうやって見えるの？それ。ねえ、ここ。なんかなんかトンボがたくさん飛んでるね。帰りましょうか。どうぞお客様。それじゃあ帰りたいと思います。ありがとうございました。ナイスナイス。あ、牛が。あ、いた。あ、ちょっとこんにちはしようか。牛さんがこんな近くに。めっちゃでかいね。400キロぐらいあるのかな。はい、ということでモンピンの観光一通り終わりましたので、これからまたケーブルカーに乗って駅の方に降りたいと思います。なんと私たち駅のところにアウトレットモールを見つけましたので、ちょっとね行ってみたいなと思います。もうやっぱり午後出勤しますね。え、何が？牛。うわ、牛がうんこするときに拭いたことないな。お尻がめっちゃ乾いてる。うんこすいてた。帰りの人数が少なかったということで貸し切りになりました。やった。うわ、なんかね、嬉しいな。やばい、見て。うわ、あーやばい、港が見れる。うわ、じゃあゆっくり楽しんでいきたいと思います。バイバイ。はい、ということでアウトレットを見てまいりまして、今これからとある点心を食べに行きたいと思います。茶水有冻有热的哦。香港はやっぱり点心だね。具材がすごい溢れてるよ。うわー、まずお粥いただきます。まろやか。ピータンの癖が全く強くないんですよ。で、ピータンのこの塩っぱさとお粥のこのクリーミーさがマッチしてすごく美味しいです。うまい具合にクリスピーさがちょうどねマッチしてうまい。次このちまきいただきます。まあ、結構ね量があるんですよ。じゃあローマイカイいただきます。結構量あるね。ちゃんと葉っぱの香りも移ってて、お肉がめちゃめちゃ柔らかい。お肉の味付けはそこまで濃くないんですよ。めっちゃ美味しい。で、続いてチョンファンです。チョンファンね、これエビのチョンファン、いただきます。チョンファンはなんだろう、すごいシンプルな味付けなんですけども、とにかく皮がプリプリ。どっちかっていうとこう薄いので舌触りがめっちゃ柔らかい。はい、でここのお店の一番人気といっても過言ではないこのチャーシューボロバン。わー、うまそう。外のところは甘いメロンパンみたいな感じになってて、中にチャーシューが入ってる。いただきます。焼きたてだから美味しい。中のチャーシューのあんがめちゃめちゃホロホロで柔らかいんですよ。で味付けもまろやかで、この皮のねところも甘いんですけど、この甘じょっぱさが病みつきになる。めっちゃ美味しいです。でここからは天津ですよ。で私が大好きなハカオですね。エビがプリプリなんだと思います。皮が透明すぎて中が見えちゃってる。いただきます。味付けは他のに比べるとジャンキーなんですよ。でもエビがしっかり引き立ってて美味しいです。はい、ラストなんですけれども、こちらシューマイですよ。もうね、なんだろう、この上に乗ってるのはなんだろうね。で皮は黄色い、中の具材しっかり詰まってます。いただきます。このシューマイなんですけど、エビの旨味ももちろんあるんですが、椎茸の旨味がめっちゃガツンってくる。美味しいです。肉汁がすごい。それじゃあゆっくり全部食べていきたいと思います。なんかね、さっきチューマン食べるときにちょっとね言いづらかったんだけど、正直昔ほど味はそこまで感動しなかった。なんか落ちたかなって言いづらかったんだけど、今調べたら昔は星一つ星あったんですよね、
で今はビブグルマンのおすすめになりました。星はもうない。そっか。そう、やっぱり味が落ちましたね、うん、まあこれから私たちこうやって正直にいた方がいいよね。あ、そうね。大変なことになりそうだった。確かに美味しいよ、美味しいけど、うん、やっぱいろんな人に好まれる味に近づけた結果、もしかしたらミシュランの基準にはこうどうなんだろうっていうところだったのかも、うん、はい、ということで私たちはこれから蘭海峰へ行って、まあ、夜の香港を楽しむという形なんですけど、ほとんど動画はまあ撮れないですというところと、撮れないと撮らないの違いがあるよ撮らないのもありますということなので、今日はここまでにしたいと思います。明日はもうメイン、香港といったらここでしょうっていうような場所に行きますので、ぜひ次も見てくださると嬉しいですということで、この動画が少しでも良かったと思いましたら高評価、そしてぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。